お疲れ様、スラッドです。今日はこちらジャイプリンスゴブリンマシンやっていきます。さあ、新環境のなんか杖デッキっぽいのを見つけましたんで、今日これやっていくんですけど、なんとバランス調整でプリンスがねものすごい強くなったみたいでさ、まあ何が変わったかというと、まあ助走距離が短くなりました。今までの半分になったのかな。はい、だから出してから結構すぐにね走ります。はい、まあこれがね、はい、短くなったよっていうので、まあより今までよりも事故りやすくもなるしな。プリンスのカトゥーンって意外と火力高いんで、まあそれがやっぱ頻繁に起こるってなると、まあ環境ね、ほんとトップレベルのキャラなんじゃないかなといったところで、おれプリンス3品で行かせんのさ、もったいなさすぎてさ、ゴブリンマシンつけたけど一瞬で止まっちゃった。さあ、コカちゃんですね。で、ダガーガールもね、そのバランス調整で加砲されたんで、まあ、まだ強いけどね、まだ強いけど、まあ、ダメージが落ちて、落ちました。はい、で落ちた代わりに、チャージするまでが前よりも短くなったんで、まあそういう部分では全然変わんない今まで通り全然強いんですけど、よいしょ。まあ今日はね、この新環境のデッキを触れていこうと思います。で、ゴブリンの呪いも入ってます。ゴブリンの呪いとゴブリンマシンか。前のゴブリンマシンとかでさ、いけたらね幸せだよな。やべ、暇なんでこれもして、あれあれなんかまずいな。え、ドリルなんや。まあ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 、ゴブリンドリルね。まあ相手のデッキなんか前シーズンもいたようだね。はしまいプリンでちまちまするデッキね。こっちはもうゴブリンマシンのロケットでドカンですから。はしまいプリンやだな。まあジャイプリンスゴブリンマシンを使って呪い打ってレイジ打ってみたいなができれば強そうだけど、ウッドは咲いてる。さあ、突破できるのかしらと。ちなみに進化テスラも加砲されたんでね。いや、これ進化もあるな、熱いな。お、マジで呪いでさ、いやマジで下手すぎるか。フフフ、初めプリンワンチャン。お、ミサイルいかっついな。まあ呪いテスラとかにも打ちたいか、正直。ゴブリンになる。いや、いいね。いやマジよくわからん。いや、これロケット打つよ、タワーに。もう一発惜しいね。いや、なんかどんどん相手きつそうじゃないこれ。プリンス出したいけどな。そんなね、5コスも使う場面じゃねえんだよな。いや、これにレイジ打っとけんだな。で、ロケットいっぱい打ってもらって、ロケットあの子に打て。オッケー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 、いいね。まあさすがにね、見たいね。ここか。いや、霊獣ってフェニツイか。いや、これむずいくね、防衛。いや無理だよな。オッケー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 、こういうことね。形組めマジ強そうだな。あはは、記念ロケットね、このデッキでも強えらしいのよね。まあジャイプリンス組むだけでも強いし、まあジャイじゃなくてもね、そのゴブリンマシンプリンスボンバーとかで組んで呪い打ってレイジ打っとけば、正直ペッカだろうがね、なんだろうが突破できそう。後半のチンパン具合やばかったな。形組んで呪いを打つゲームにね進化しましたよと。あ、ちなみにジャイも加砲されたんだよな。
攻撃の射程がね少し前に伸びたんですけど、 1.2、1.6 なんか射程伸びたけど、それがまたなくなったって感じですね。まあ強すぎたんだね。じゃあ、まあでも強いか。で、はい、最悪なエリゴレです。めんどくせえ。エリゴレやだな。これでもしばくそう。おなんか、怪しいか。マジ。いや、ゴブリマシンどうなんや、今の。よかったんか。ゴブリンマシンもね、加砲されたんで、なんか、そこまで鬼ぶっ壊れ感は薄まってはいるんだけど、いやー、エラー、それ。これマジでまずいな。守んなきゃ勝てないんですけど、守れないかもな。いや、頑張るしかねえか。いや、このボンバー熱い。深海ザードとか邪魔だよな。ロケット撃ってもらって、やばい。いや、オッケー。なんか、いいカウンターに。問題は、相手これ、進化ウィズいるんで、進化ウィズを咲かせての、逆祭みたいな、が理想ではあったけど、お、いいミサイル。できない。いや、めっちゃいい。いや、これさ、いや、突破したいな。やばい、待って、来たゴブリンの呪い。やばすぎるそれ。今のやばくない？これもう全部お前らゴブリンになりなよ。いや、マジゴブリン呪い噛みすぎる。走れるよ、すぐ。いい、オッケー、折れた。また守ればいいけど、守れるか。おいおい、勝てん勝てん勝てん。おい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 。ちょっと待って、呪い強すぎる。誰だよ。全然気持ちいいな、このゴブリンスタンプ。気持ちよすぎんな。え、2コストです、ゴブリンの呪い。マジで強かったな。まあゴブリンマシンもまあ頑張ってはいたんだろうけど、呪いとプリンスの方がね、より活躍してる感はあったが、あのエリポンね、ゴブリンマシンがタワーまで行けばエリポンに打てるんだよな、ロケが。だからまあちょっと行きたいけど、なんだろうね、相手のデッキ。エリゴレ。え、これでペッカない。やべえ、ペッカの HP 全然見えんし、やばすぎる。まあ、卵早く。やだー、エリポン、やだー、エリポンピッカ。え、腐ったで来たか、これもしかして。これやばそうだな。いや、マジやばいキャストで、ゴブリンマシンミラーとかいう嘘みたいなデッキが来そうではあるな。うわぁ。いや、まあ、俺も呪いあるんで、呪い使いながら耐えたいけどな。相手のゴブリンマシンにボコされそうな気もする。いや、オッケーオッケー。スケもいらなそう。いや、これフェニセンコマジまずい。削って逃げ切りたい。ふざけんな。やばい。やばい。
これフェにもあれか撃たれんのか。やだな。やば。やばい。絶対守れないやん。え？嘘。レベル16やし。やばい。はげるはげるはげる。ちょっと待って。安すぎるんだけど。マジ安すぎる。いやー、496。マジで怪しいな。怪しすぎるか。え、これだ。ゴブリン削り。いやマジでまずい。呪文で俺削れないから無理か。いや待って、ちょっとオッケーでかすぎるそれ。逆に今のでかすぎたな。相手陸撃系ちょっときついとかない。直下かけちゃって、え、マジなんか実はキングみたいな。いや、いいね。いや、あるよ。ペッカ使ったな。うわ、ぶんね、オープンねー。バケモンきた。やっば、ちょマジで勝てたけどさ。え、ゴブリンマシン強くない？加工されたやな。全然強いんだから。何これ。いや呪い良すぎたぞ。こびりついてたゴブリンが。いいな。この辺にスケとかコウモリ出すの気をつけないとね。てかスケコウモリそうなったらちょっと弱そうだけどな。まあでもタイミング外せるしな、頑張れば。うん、まあ高めに出せばゴブリンになっても適当に回収もできるか。え、リトルプリンスも解放されたんだよな。全然おるやん。マジこれ。ほんとはジャイが欲しかった、なかった。やべえ、この後がやばいわ普通に。あー、テスラ使ってくれんのはまあでかいな。さあクロスね。まあゴブリンマシーンで耐えれるかな。1倍きついな。1倍耐えれたら全然勝てそう。いいね。いいね。うんうん。で、まあ、それまで、てか、ジャイじゃないと耐えれない。いや、マジきつすぎる、これ。いや、マジでこれでリトルプリンスも来て、みたいな感じになるな。この1倍を乗り越えれたら勝てるんですけど、乗り越えれるかな。いや、いい。ゴブリンになって陸行きになった。偉い。全然いいね。痛い、正直このダメージも痛いけど。クロスね。まあこっからだな。形組んで、いや、進化本ゲーミングだな、正直。で、あとは呪いレイジ。え、ロケなの？そっか。いや、ゴブリンになってるが。いいよ。いやー、まあ、ロケ。ちょっとじゃ、だるいが。なんかアドはものすごいいいな。避けろ。でかっ。え、それ外したら終わりじゃない？普通に。しかもさ、でかいそのロケ。やばい。でゴブリンになる。
ッケーオ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 ッケー、変な卵まで霊獣って、オッケー、ミサイル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 、かましちゃってかましちゃって、いいよ、おい強いなおい14レベルだからな、あのゴブリンの呪いもゴブリンマシンも両方ともカンストしてなくてこんだけ脳筋で勝てるからな。もう一段階下方来そう。プリンスはまあわかんねえないや強い、絶対強いけど対クロスとかだと刺さんねえかな。よいしょ、ザップ、あーいや意外といるんだな、15レベルやだな。フェニーもしばかれるしな。あ、でもゴブリンマシンに対してのプリンス強そう、てか絶対強えわ。えへ、もしかして仲良しパーティーのパターンあんのか、ありそう。いやこれいい、呪いでウィザードをしばきたい。これで本気本気ゴブリンになって、ミサイル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 、早く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 、オッケー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 、一発入ってますからね気づいたら相手のウィザードいなかったもんな、えぐいな。呪いで 1.35 倍のダメージ与えるようにしてマシンのロケットでしばく。マジこいつだけでさ、攻めも守りも相手のユニットを溶かすことも全てができてしまうのがやばい。陸にも空にも小物にも団体にもできないことねえんだよな。よいしょいやこれマジ強そうじゃねこの形え、火力が、おいカナナもう一回走るよこれ。いや早っ、いや走るまでマジで早いな。これウィズから殴るよな。オッケー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 、ウィズだけやれればギリ許されないかな。やばいそれ嘘みたいないい呪文来てる。いやーまあこれで耐えろおお、かわいい、14レベルゴブリン来た。いや耐えたのでかすぎるな正直。ウィザードいんのか。いやでもマジプリンスでしばけそう。ウィズ来たら美味しいな、ボンディ抜けるか。いやこれで呪いでダメージアップしてゴブリンも登場して、いやマジこうゴブリン進化ボンバーやばいゴブリン、ゴブリン呪いね。プリンス走るの早いよちなみにマジ走るまで早すぎる。いやジャイ溶けんのも早すぎる。ふい、え、いいね、マシンに対してのプリンスがだいぶ強いし、溶かした後にもねすぐ走っていくからね、相手して守るのむずそう。これ何で守るんだろうなユニットで守るとゴブリンになっちゃうから、やっぱボムタワーとかねそういうのを使いたくはなる。足前プリンはまだ強えな。お前まだおったんか。プリンセスの衝撃のスピード落とそうぜ。これ打ってくれるかな。 MMM 悪、やばい先行マジでまずい。いやーよく勝ったな。え多いな、なんかナイトもミニペもいいんだ。いやシュマイプリン嫌だな。いやでも今ナイト咲いてんだ、ミニペ咲いてんのか。ハシマイジャイフェニックスしたらさ何で来るんだろう。いやちょっとねかぶったらラッキー程度でしか思ってなかったけどマジでかぶった。うん、これ呪い打っとけんじゃね、フェニックス頑張れん。オッケー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 、ゴブリンになってフンヒマレイジでナイトしばいてこよう。これ卵生まれんワンチャン、レイジでワンチャン、
お、あ、ダガーの攻撃力落ちたからだ。なるほどね、3発いるんや。でかっ。進化ナイト、進化コウモリか。まあゴブリンマシン出して、なんか後ろからも出し毒なの強いよな。ちょっと痛いが許されるか。いやー、まあちょっと怖えな。いや、でもこれのプリンスは強いね、明らかに。いいよ、さすがに左で弱体化も入れてあげて。いや、弱体化便利だな。オッケーオッケーオッケー、こういうこともしちゃってね。うわ、むずそう相手この受け。ゴブリンが、え、ゴブリンが、ゴブリンがファイボ。いや、でもこれ進化版で金庫落ちるわ、やば。呪いで呪いでね、俺の味方になってゴブリンどもが鬼を襲いかかってたな。なんかなんだろう、プリンスがそんな目立ってねえな、いい意味で。いい意味なのか、呪いが強すぎて。まあゴブリンマシンはね、まあほどほどに強いな。うん、でも呪いの方が便利なイメージがあるよな。そう、ジャイね、まあ、ジャイを溶かすのにもプリンス優秀だね。いや、プリンス強いな、いいな。俺メガナイトプリンスとか好きだからさ、普通に嬉しい。まあさすがに呪い打つか、これで。ミサイル早く、ミサイル撃つまで遅そう。やばい、まずい。こうなると、やべ、終わった。ちょ、マジで、え？え？よう分からんな。ちょ、マジ、普通に突破されたわ。ナイト、ナイト、フェニーリートプリね。なんかあれだな、普通のジャイか。ゴブリンマシンも何もいない。いや、まだあるな。プリンスぶっ刺さんねえかな、相手の陸ナイトしかいねえから。うーん、いや、あれにもう一枚ぐらい咲かしたいな俺は。え、でかい、守るしかないか。一回この状況は結構熱いんですが、カツンが痛すぎる。怪しい。普通にジャイが強いんだけど。リトプリもフェニか、フェニが強い。いや、マジだろ。まずい、なんかカツンカツンの音がグロい。音が響いてる。残り15秒、15秒まずいな。終わったな。え、カッチカチじゃいや。いや、でもプリンス、うわー、もっと納金しときゃよかった。あ、うぜ。あの羊うぜ。あ、出た、ゴブリンのバッドマナースタンプだ。なんだあれ。もう全然環境変わってないや。なんだこれ、どうなってんだ。まあちょっと呪いが下手だったか、これ。呪いね、1.35 倍ダメージ与えられるようになるんで、
なんかユニットがねぶつかるとき打ち得なイメージがあるんで打っちゃってるんですけど、たまに無駄になってるかもしんねえな。2コスト打ち得カードなんでね、積極的に打っていきたい。やばい、それアホすぎるあいつ、やばいやばい。まあまあどうせインフィみたいな、インフェコかっつね。いやーまあ姉妹プリン、姉妹プリンでさ、ギャングを呪いレイジとかでぶっ飛ばせたらちょっと強そう。今ウッド使ってるし、ふんはいや、え、これ、え、待って、やばい。いけ、え、いい、プリンスのこれ、え、やばい。勝つまで早すぎんだけど。今までのだったら止まってたかもな。あ、ごちそうさまです。今までのプリンスだったらね、ギリインフェレで溶かされて、みたいな。ふん。なんかグッドゲームって言いながらちょっとまだ諦めてないか、おもろいな。いいね。目はまだ燃えてんな。よいしょ。姉妹プリン来るから。もうさすがに諦めたかな。いやマジプリンスのダッシュ早すぎんのおもろいな。だからラムライダーも速くなったらしいんですよね。同じ。だから、まあ、ラムデッキ、プリンスデッキが強いな。よいしょ。おもろこのジャイマシンプリンスの5コス5コス5コス3点セット、5コス3種盛りやばいな。でスケボンバーと2コス2コスの呪文だからちょっと回転も早いんだよな。ココちゃん、まあ一応8枚プリン警戒ぐらいしとっか。さあ俺のゴブリンマシンにビビるがいい。いえまずい、それはエリポン、まあ行く方がいいだろうな。マジでチンパンすぎるから。ゴブリン、あーゴブリンになってほしかった。いや早っ、マジでプリンスの勝つの早すぎん。やば、エリポンまで壊したんでか。いや強いな明らかに。だって相手にいたらさ止まる気しないもんな。どうやって止めるんだろう。一応止める。え、あーでかい、これ天才的ゴブリンマシン坊やる。やば、やば、いやーナイトもいたもんな。こっから走らせちゃう。いやでもこれができんのいいな。カトゥーン、オッケーオッケーオッケー、いいね、いい。ダメよ、三重子か。三重子なんだ、ちょっと怖いね。まあでもロケットと呪いで綺麗に守れたら嬉しいけどね。ほい。いやこれプリンス採点でさすがに三重子のコストがね。え、呼ぼうこのボンバー。よしよしよし、あと守ればいいんで、まあ、真ん中の自陣三種も一応警戒して。エリババか。えぐ、いやなプリンス、あのボンバー溶けて、やばい
え終わってるよ。お、なんか強そう。ブライトライト、はじめまして。形組んでやろうかも。まあボンバー咲きたかったな。進化貯めたい。まあ2コスで雑に回していいか。これで後ろプリンスで端前ジャイアントでグッドゲームねえかな。で、あのウィザードは呪いで縛っか。いや、てか普通にこれ逆サイジャイプリ組んでもいいな。いやー、トリトンに引っ張られたくねー。ちょっと足止めして先行すなよ。オッケーオッケーオッケー。え、これさめっちゃゴブリンになるよ。いやマジで勝つも早い。やば、もうぶっ壊れやん。え、相手もえって記念の、え、これグロいな。プリンスジャイプリンス組んで呪文2枚打てば基本的に勝てるゲームになっちゃったぞ。まあ、マシン出してね。なんか歩き方おもろいな。いやー、まあ悩ましい。ウィザードがね、単純に邪魔っていう。このえ、ボイドまだいるんや。いやでもこれプリンスで、いやー、この距離でも走れます。えらいな。千逃げ勝ちよね。守ったら勝ちよ。でボイドなんで固めるか。トリトンが来る。いやこれでかい。え、エイムがエイムが、いや止まるっしょ。止まんないのかな。マジで怖い。いや呪い、オッケー、呪いで全ゴブリンになって、やらみ使ったところを進化付け。いやー、便利な呪文ですね本当に。2コストで、あとはプリンスも走るの早すぎるし。おい、プリンスやばいな。うん、やりすぎちゃってない。プリンスマジで強いんだけど、すぐ走ります。さあ、というわけでプリンスがね、はい、超強かったな。走るの早すぎたわこれ。はい、まあ対プリンスのカードだと、まあ盾の戦士とかね、ですけども、まあそこもなんかね、ゴブリンの呪いとレイジ等とかで突破され始めると、いやどうやって止めんねんっていうところにもなってくるんで、まあちょっとプリンス今はね、だいぶ使い得なカードなんではないでしょうかと。というわけで皆さんもぜひね、こちらジャイプリンス使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。お疲れ様だね。